本日はお忙しい中、またお寒いところご参列いただきましてありがとうございます。おかげさまで出棺の運びとなりました。故人になり代わりまして厚くお礼申し上げます。父とは何度か身内の不幸の際、葬儀に参列したことがあります。その時こんな話をしたことがありました。子供が自衛隊だったら砲弾もたくさん集まるし、音楽隊も来て立派な葬式になるからいいよな、なんていうことを言っておりました。でもお父さん、そんなの自分の葬式なんて見れないんだよと言ったことがあります。いや、そんなことないよ、上からちゃんと見てるさ。お父さんの葬式ってどんな風になるんだろうね。いや、何もちっちゃくたっていいんだよ。忍ぶかお母さんの隣に立ってちゃんとみんなに挨拶できればそれでいいからな。そんなこと、まだまだ病気になる前の5年以上も前の話です。まさかこんなに早くこういう立場になるとは思ってもいませんでした。子供ですから、いつかこういうことになるとは覚悟しておりましたけれども、正直本当に寂しいです。家庭での父は本当に穏やかでした。私は42年間怒られた記憶が一切ありませんし、お母さんと夫婦喧嘩している姿も一度も見たことがありません。責任感はひたすら強かったと思います。昨年の秋、リンパに癌が回っているとお医者さんから聞かされ、正直気落ちするかと家族も心配したんですけれども、本人は全くめげてはいませんでした。1ヶ月のうち半分も歩けるかどうかの状態がこの1年近く続いておりました。なんとか筋力をつけなければならないと、病院のトイレに車椅子も使わず歩きながら筋力をつけると、そういう姿がありましたけれども、長い間立っていることが困難なようで、トイレの中で貧血を起こし、目の周りにはあざを作ったことがありました。また現場に対する復帰欲はとても強かったです。ちょうど1週間前です。冬退院しておいてくれな、早く会社に戻らないとダメなんだよ、そんなことを言っておりました。ポルノベ石油の役職員の方々にはたくさんのご助力とご協力と本当に優しい言葉をたくさんかけていただき、父も病気と戦うことができたと思います。入院中、看護婦さんから聞かされました。父は「お母さんと日本全国いろんなところに回りたい、会社がこういう状況だからなかなか行けないんだけど、早く治して自分が運転して日本全国お母さんにいろんなところを見せてあげたい」、そんなことを言っておったようですけれども、もう自分の体がこんなんだからその夢だけは果たせなかったと看護婦さんに母のことを気遣ってくれたようです。
常に父は母と二人三脚だったようです。旅行に行く時も一緒、ウォーキングする時も一緒だったようです。今一人で長い旅行に立つのかと本当に父は不安かと思います。どうか皆様、出荷の際には安心して旅行に行けるよう一言でもかけていただければ嬉しいです。本日は誠にありがとうございました。出荷いたしますので、それからちょっとお進みいただいて、お願いいたします。